考えてみたら、サキたちと一緒に演奏したいって思ったのも、ミクみたいになりたいって憧れたからだし、ミクや、ミクが歌う歌のおかげだなって思うよ。さすがミクピューン。イッチーの憧れの先輩だね。ちょっと、やめてよ。でも、今は、それだけじゃないんだ。世界ができて、ミクやみんなに出会って、私はいろんなことを助けてもらってる。すれ違ってた時も、曲を作ってる時も、いつも見守ってくれて、声をかけてくれて、そのおかげで、私は前に進めてる。だから今は、好きとか、憧れとかだけじゃなくて、友達として、先輩として、大切な存在だって思ってるんだ。いちか。いっち、大丈夫かな？みんなが帰ってから、屋上でずっと考え込んでるね。うん。一花なら、きっと大丈夫。ちゃんと、一花自身が納得できる答えを出してくれるはずだから。ミク。とか言って、ミクが一番心配してそうだけどな。そりゃ、気にならないわけないでしょ。一花が、あんなに大事に思ってくれてるんだから。そうだね。私も、イッチーの話聞いて、めちゃ感動しちゃった。ミクピョンってか、昔からすっごーく、大切にされてるんだなーって。私も、ちょっとびっくりしたな。それに、嬉しかったよ。昔は、イッチー自身の思いも、なかなか見つけられなくて、曲を作るのも、迷いながらだったけど、今は、譲りたくない思いやこだわりを、ちゃんと持てるようになってる。プロとして、その思いとどう向き合っていくのかで、今は悩んでるけど、一花の思い、大事にしてほしいな。そうだな。やっぱりここは、先輩の出番じゃないか？今、一花の背中を押せるのは、他の誰でもない。ミクじゃないかって思ってさ。だって、世界が生まれてから、ずっと一花のことを見守ってきただろ。それに、一花が、ミクにも歌ってほしいって思えるかどうかで、葛藤してる。だったら、そのミク自身からの言葉が、今の一花にとって、一番響くんじゃないかって思うんだ。確かに、そうかもしれないわね。そうだね。一花の助けになるのなら、行ってこようかな。お願いね、ミク。うん。それじゃ、行ってくるね。うまく考えがまとまらないな。どうしたら？いちか？え？ミク。やっぱり、悩んでるの？ああ。うん。うまくできそうな気もするし、不安でもあるし。まだよくわからないんだ。そうなんだ。ねえ、もし作るとしたら、どういう曲を作ろうと思ってるの？え？
局長とかは、サキと相談して決めようと思ってるんだけど、この一瞬を一緒にってテーマに合わせて、サキたちとの思い出とか、この教室でミクと過ごした時間と重ねてみようかなって。だから、ちょっとアップテンポだけど、キラキラした雰囲気のメロディーにしたいなって思ってるよ。へえ、素敵な曲になりそうだね。うん。うん。でも、そっか。私も、なんだかあの時のことを思い出すな。ん？ほら、前に私と歌いたいって言ってくれて、いちかが作った曲を一緒に歌わせてくれたでしょ？あ。それに、プロデビューする前の最後のライブで、いちかたちと一緒に歌えた。私は、あの一瞬も、いちかといられて、いちかと一緒に歌えて、嬉しいと思ってたよ。ミク。そっか。そうだね。あの時の一瞬一瞬は、私にとってもすごく大事で、大切な思い出だ。でも。いちか？あ、ごめん。今の私は、タイアップのために、レオニードのために、ミクに歌ってほしい曲を作ろうとしてる。それって、きっと、今までみたいな、歌ってほしいって気持ちじゃないと思うんだ。だから、それで本当にいいのかなって。ねえ、いちか？ん？さっきいちかは、今までみたいに純粋な気持ちで作った曲じゃないのに、私に歌わせていいのかって言ってたけど、私は、どんな曲でも、私に歌わせてくれるのなら、嬉しいよ。誰のための曲だとしても、どんな思いが乗せられた曲だとしても、いちかが作る曲は好きだし、いちかが私に歌わせてくれる曲は、全部、愛しく思うから。ミク。そっか。私は、こんな気持ちでいいのかなって思ったけど、ミクは、どんな気持ちでも、受け止めて歌ってくれる。やっぱり、ミクはすごいな。最後は、いちかの気持ちで決めてよ。うん。ありがとう、ミク。